こんな元気に失敗ですっていう人いないと思う。失敗です、よいしょ、やり直します。チョロホテルでもらってきた綿棒があってよかった。いい感じです。あとはアイラインをちょっと埋めます。成功です。で今私の机の上すっごいよ。私の机の上いい感じ。もう一回マスカラを塗ります。こんにちは。まつげ、って感じ。もういいのか。なんか一人一人がこううわーってなってる。どうしたのみんな。なんか団結力がないです。まつげもあれかな、コンサートやって疲れたんかな疲れないでほしいけどね。やばい、前髪やばそう。あ、やばい、前髪斜めっちゃってる。私急いで、この時は切り身ちゃんで抑えます。あ、もうダメです、失敗です。もうこうしときます。もうあと何すればいいか分かんなくなっちゃった。もう言うこと聞かなすぎて、なんで言うこと聞かないのってなっちゃう。なんで言うこと聞いてくれないんですかって。ちゃんと言うこと聞いてくださいって、そんな気持ちになりました。
かもしれない。できました。ちょっとリップは下にあるので、リップは後で塗るとして、完成です。でもあとね、髪の毛をしないといけないので、こんなもんかな。できましたか？できましたよ。なんか忘れ物ありそうだけど、そう、なんで言うこと聞かないのって。あなたここって言ったでしょっていうところにまつげがいないんだよ。おって感じ。あなたはここにいましょうって約束したでしょって。このようにまつげちゃんはいないんです。こんにちはだって。こんにちは。では私の今の机、本当に汚いよ。私の今の机、今ちょっと片付けたけどね、じゃらーん、こんな汚い中でメイクしてました。なので今からもう恥ずかしすぎて、汚すぎてちょっとしか見せられなかった。お片付けをしていきます。私ね、全部眉毛広げちゃうんですよ。で、広げて最後に片付けるっていう。で、私ゆえるちゃんっていつもメイク横でするんですけど、ゆえるちゃんもそういう感じで。そうなの。まつげ反抗期でした。そうなのです。で、今これを片付けていきます。片付け。でも今日の社食の企画は楽しそうなやつが多かったので、そうワクワクです。あのね、大喜利とかあるとね、うわ大喜利かと思うんですけど、今回大喜利とかなかったんですね。あ、なかったか分かんない、あるかもしれないです聞かなかったことにしてくださいあるかもしれないです。そう、楽しそうな企画があるんですけどね、毎回そういう企画を考えるスタッフさんってすごいですよね。そうそうそう。みなちゃん起きて。だって、おはよう。はい、お片付けが完了しました。なので社服は配信もありますので、コンサートのね、次の日だからあれかもしれないけど、ぜひぜひ見てください。おお、いい感じになったよ。いしょ。ねえ、昨日のコンサートね、めっちゃ筋肉痛なんだけど、どういうこと。はい、ではランキング読みたいと思います。13位がエウリカ、12位がリトゥ、11位がカッツン、10位がハリー、9位がクー、8位がボーダー、7位がウィーパディ、6位がアイデンパパ、6位がオカモ、5位がカスミちゃん、3位がビーバー。ビーバーリノーシじゃなくなったでしょう。2位がドマさん、1位がハセボのてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございました。こんな時間なのに見てくれてありがとうございました。ではちょっと間もなくね、もうリハーサルに向かわないといけないので、ちょっと急いで髪の毛をやって、社服に向かいたいと思います。バイバーイ。今日はもうちょっと疲れちゃったから、お家に帰っての配信はないんだろうなって思っててください。明日ゆっくり配信しましょう。
バイバーイ。